コソボのピアにいます。ピアね、でバスで、アルバニアのデュラスで、これがピアのバスターミナルです。で本日一泊するところなんですけどね、ちょっとねバスターミナルで確認することあってですね、まず明日モンテネグロに行きたいと思ってるんで、モンテネグロまで行く時間をちょっと確認しようと思ってます。今7時30分ぐらい、まだホテルを取ってないんでね、早く行かないといけません。でピアにいるところなんですけどね、中心街にいるところです。そうするとあれは軍隊かな、まあ、こんな感じでちょっといてる軍隊、国連かな、あれ多分黒人がいるから。でこれは多分ショッピングセンターね。でこれあとホテルなんかもあったりするんですが、あちら山です。結構人通りは多いです。あっちいな、しかしすごく綺麗な街です、向こう側行くとね、自然が結構いっぱいあって、ね、結構高いですね、あの山1000メーターぐらいあるんじゃないかなと思いますけどね。結構モスクがやっぱありますね、まあ、アルバニア人、基本的にイスラム教国の人なんでね。歩いてるところなんですけどね、素晴らしいです。で今から駅の方に向かって歩いてるところですね。こんな感じね、警察署を見つけました。で警察車両ね、コソボの警察車両の一つがね、トヨタのランドクルーザーですね。トヨタのランクルがこのような感じでね、でなかなか素晴らしいです。日本の、車がね、外国の警察車両になってら素晴らしいですよね。安心モードです。まあ他にもワーゲンとかのやつもあるんですけどね。これがワーゲンの警察車両。でこれランクルね。素晴らしい。乗ってるところね。で、鉄道駅のすぐそば、バスターミナルからもすぐそばで立地条件はいいです。なのでね、一泊してすぐちょっと早い人、じゃあバスで行く場合ね、どっか。すごくいいと思います。で部屋20ユーロで取れたんですけど、20ユーロの部屋です。なぜかベッドが3つあります。そしてこのテレビがなんでこんなにあるんだっていう物置小屋に俺は入れられてなかった感じですけどね。カブ部屋で結構綺麗には綺麗です。ただね、20ユーロだとシャワーとかトイレが部屋に付いてないんでね、30ユーロ払えばシャワートイレが自分の部屋にある感じですね。でもっといい部屋です。10ユーロの差ですけど、まあ皆さんはお任せします。で、こんな感じで今見てるのが、ペアで、ね、今駅前の5階からの景色を楽しんでます。山がね、向こう側にあって結構綺麗なんですけどね。で、世界遺産にね、認定されている修道院がこの市内に一つあって、近郊に一つあります。2つあるんですけどね、こちらが鉄道駅で、そこが駅前のロータリーです。まあすごく大きな街ではないんですけどね。レストランで食事をしてるんですけど、何を頼んだかというと、こちらビーフテキです。ビーフステーキで、まあサラダついてね。であとはパン、これビール、ピアビールね。これでいくらかって5ユーロです。全部合わせてね、5ユーロって今のレートで言って大体700円ぐらいですね。ただ安いです。まあお客さん誰もいないんですけど、こちらのところ、まあ、ちょっと寂しいですけど、満全で味はいいです。ただなんか肉が硬いですね。でこれが駅前の通りで、そちらがロータリーになってます。まあこの景色を楽しみながらね、テラスで今食べてるところです。さっき到着したばっかりの時間で